坂内です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは写真や動画に関する情報やパソコンやカメラなどガジェット類に関する情報を中心に、発信していますので、チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今回は M1 MacBook Air について話していきたいと思います。以前ですね、 MacBook Air を半年間使ってレビューした動画を出したんですけど、まあ僕のチャンネルの中ではその動画が今一番こう閲覧されていてですね、本当にありがたいんですけど、その動画を出してからさらに5ヶ月ぐらい経ってですね、もうこちら、1年弱、MacBook Air M1 使用しております。でその1年弱使い続けた中で、まあ買う前から分かってたんだけど、実際使ってみるとやっぱり不便だなっていうポイント何点かありますので、この M1 MacBook Air に今から買い替えを検討されているお客様じゃない、視聴者の方、もしくは新しくこう MacBook Air 購入したいなと思われている方に向けてですね、ぜひこのデメリットを話していきたいなと思いますので、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。でですね、先日発表された MacBook Pro、こちらまあかなり高性能なマシンなんですけど、まあそれとこうどっちを買おうかなと迷われている方多いかなと思いますので、まあその辺もちょっと踏まえながらお話できたらなと思います。それではですね、まず今日まあ話す前提として僕の MacBook Air のスペックなんですけど、まあこれ M1 の2020年モデルですね。でチップが Apple の M1、 この Apple の M1 っていうチップはですね、まあ Apple が作ったチップなんですよ。これまでインテル製のチップを使ってて、初めてこの Apple が自社で作ったチップというのを搭載したのがこの M1 というマシンになります。メモリがこちら 16GB を積んでおります。 1TB の容量となっております。で CPU と GPU はどちらも8になりますというところが、まあこの簡単なこのパソコンのスペックになります。では本題になるんですけど、まあこのパソコンを使ってみてですね、やっぱり不便だなと思った点、一つ目はですね、ポートが、とにかく少ないことです。これね、左側面にですね USB-C のポートが2つと、右側にイヤホンジャックのポートが、1つここについているだけなんですよね。まあなのでほとんどの方がね、モニターを使われる方が、まあ、多いかと思うんですけど、モニターを1個 USB-C でつけるともう残り1個なんですよ。これがね、めちゃくちゃ不便なんですよ。まあそのモニター自体に USB-C とか USB-A のこのリーダーがついてたら、そこから読み込めばいいんですけど、一つだとね、もうほぼハブを使わないと何もできない。まあ本当にね、この右側にあと一つぐらい欲しかったなというところです。まあさらにですね、この左側面に USB Type-C 二つなんで、配置がね、もう固定されるんですよ。絶対こっち側に配線が来るような配置にしないといけないので、まあどこに行ってもですね、ほぼこう自由が利かない配置になってしまいます。まあモニター置く位置もですね、必然的にもう左になっちゃうことが多いんじゃないかなと思います。で特に困るのがですね、 SSD とかハードディスクを2つつなぎたい時とかめちゃくちゃ困ります。これ2つこうつけたら結局モニターから外さないといけなかったりとか、まあハブを使ったらできるんですけど、そういった時にですね、本当にこう不便だなと感じます。特にこう SSD から SSD に直接こうデータを受け渡したい時とかは本当で、不便さを感じております。まああとですね、この拡張性という面に関してもう一つ、 SD カードリーダーが、ありませんので、最近出た MacBook Pro のモデルにはこの SD カードリーダーっていうのがついてるんですけど、特に写真とか動画を撮る人にとってはこの SD カードリーダーがないというのは、またこの USB-C を1個、使ってしまう原因になります。もう一つ、こちらの M1 MacBook Air、デュアルモニターに対応してないんですよ。つなげるモニターは1個だけとなっております。なので例えば左右にモニターを置きたいっていう配置になる方が、まあ、全体の数パーセントぐらいかもしれないんですけど、それだけこう拡張性がないんですよね。まあそんなところで何かと不便で長く使うものなので、拡張性は大事ということを改めて思い知らされる、パソコンになりました。僕ね、この1個前はインテル製の MacBook Pro をちょっと使ってたんですけど、その時は左右に2つずつあったんですよね。なのでそこからの乗り換えだと、なかなかこのポートが2つというのがちょっとしんどいです。2つ目のですね、まあ買う前から知ってたけど使ってみるとやっぱり不便だなって思う点はですね、重たい作業や 4K の動画の編集で
カクつくところです。この M1 MacBook Air 本当でハイパワー、小さくてハイパワーというところが、有名だと思うんですけど、やっぱりこの重たい作業、特に動画編集になったりとか、Adobe Premiere Pro と、イラストレーターと Photoshop、同時に開いたらもうほぼ、カクついてスムーズに動かなかったりとかね、まあそういう風にカクついて生まれる微妙なタイムラグというのはですね、何年も使ってるとこう積み重なってきてすごいストレスになるんですよ。なので本当で 4K の動画でしっかり編集をしたいんだったら MacBook Pro を買うべきかなとも改めてこう感じる一台になっております。そしてですね、動画編集ソフトの面なんですけど、 Final Cut Pro との相性はめちゃくちゃいいんですけど、なんか未だに Premiere Pro とかを使っていますとですね、やっぱりこうカクつきがなんか多いなぁと思いますので、まあその辺の互換性っていうところでも、まあ、若干その不満点はありますけど、まあそれに関してはやっぱ仕方ないと思うんですよ。Apple が作ったもの同士なので相性がいいのは当たり前。まあカメラとかもそうですよね。ソニーが作ったカメラとソニーが作ったレンズっていうのは相性がいいみたいなところだと思うんですけど、まあもう少しこの Adobe Premiere Pro とこの M1 の噛み合いが良くなってきたら、さらに嬉しいなと思っているところでございます。3つ目はですね、ハードの部分が全くこう変わってないというところです。まず一つ、内蔵のカメラが 1080p で撮れないので 720p までしかいけないんですよ。若干粗さは出ますというところと、このハード全体がですね、まあ昔の、モデルなんですよね。なのでこのベゼルとかもめちゃくちゃこう太いですね、この辺とか。まあそういったところで比べると、最近出た MacBook Pro っていうのはちょっとこう四角くなったりとか、内蔵カメラが良かったりとか、あとディスプレイが良かったりとか、もちろんプロだから全ての性能において上回ってるっていうのはそうなんですけど、まあこのハードの部分に関しても、これまでのモデルを一新したモデルではないので、この M1 MacBook Air はこれまでの MacBook Air のモデルをそのまま引き継いじゃってるので、まあ次の MacBook Air、 これ M2 になるんですかね、その2第2シリーズに、とても期待しているところでございます。以上3つですね。1つ目がポートの数が少ないというところと、2つ目、やっぱり重たい作業になるとどうしてもカクついちゃう 4K の動画とかもそうです。で、3つ目っていうのがハードの部分が古い、昔のモデルをそのまま使ってる、この3つがですね、1年弱この M1 MacBook Air を使ってきて、まあ、知ってたけど改めて不便だなと再認識したポイントになります。逆にですね、この M1 MacBook Air 改めてすごいなと、素晴らしいなと感じる部分はですね、まず一つはコスパがいいところ。このマシンをですね、まあ15万円前後で購入できるというのはめちゃくちゃ、コスパ最強だと思っております。それに合わせてやっぱり性能が高いというのも二つ目のポイントになります。本当にね、発売されるまでこの M1 のチップっていうのは実際どうなのみたいな声も多かったんですけど、まあ実際発売してみてやっぱりこう高性能なマシンだなということが、今1年経った今でもこう皆さんの中で再認識されているマシンではあるので、性能に関しては本当申し分ないと思います。特にまあこう定義付けはできないんですけど、普通の作業をされる方っていうのはこの MacBook Air、 とてもコストパフォーマンスが良くて性能が高いマシンになると思います。そして改めて感じた良かった点3つ目はですね、電池持ちがやっぱりいいです。まあ、僕は基本的にはずっとこう何かにつないで、充電を回してるような状態にはなっちゃってるんですけど、電池満タンで12時間から16時間ほどの電池持ちがありますので、そこに関してはめちゃくちゃ安心感があります。特に屋外に持って出た時なんかはこう充電のことを気にしなくてよかったりとか、まあ、例えばコーヒー屋さんに行った時にコンセントを探さなくてよかったりとか、まあ、そういった携帯性のなんて言うんだろう、安心感は非常に素晴らしいと思っております。以上3つですね。コスパがいい、性能が高い、そして電池持ちがいい。これは言わずもがななんですけど、改めて素晴らしいなと感じている点でございます。さあ、ということで本日はちょっと早口だったかもしれないんですけど、この M1 MacBook Air を1年弱使ってみてですね、僕が感じた、僕が改めて感じた不満点というか、やっぱり不便だなと感じた点についてお話ししていきました。今本当でこの M1 を搭載した MacBook っていうのがたくさん選択肢が出てきましたので、もしこれから M1 MacBook Air の購入を検討される方はですね、ご自身の使用環境に応じて適切な、お買い物をしていただけたらなと思います。それではこの動画が参考になったよという方はですね、最後にグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。インスタグラム等の SNS もやっておりますので、概要欄からぜひフォローの方よろしくお願いします。
それではまた次の動画でお会いしましょう。坂内でした。